皆さんこんにちは。我流代表で和太鼓を打っております竹内隆です。ついに来させていただきました。こちら新しくなった福山城です。はい、もうねこの福山歴史探訪、昨年の4月に始まったんですが、いよいよこの福山城が最終回ということになりまして、皆さんにこのお城のことをたくさん知っていただけたらと思います。それでは本日もゲストの方登場していただきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福山城博物館学芸員の皿貝博樹と申します。どうか、よろしくお願いします。お願いします。よっ。お久しぶりです。お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。昨年4月が第1回だったんですが、とてもね桜が綺麗な時で、まだこちらはもう工事中で、なんか囲いの中にあった状態でしたね。それから、あっという間に1年半が経ちまして、もう自分なりにこの1年半福山城について勉強させていただきましたが、ありがとうございます。いよいよ最終回ということになりました。まずですね、また後でゆっくり解説していただきますが、立派なお城ですね。そう思いますね。素晴らしい。前回お話しさせていただいた時は、確かに今言われた通り囲いもしてありましたし、あとこの本丸にも入ること確かできなかったと思うんですね。そうでした、なので今日はもう天守がもう今見えておりますので、このあたりもお話しさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参りましょうか。はい、卵がたくさん、そうですね、並んでおりますが、こちら何なんですか。12月の2日からですね、チームラボと言いまして、光の祭りですね、というイベントを今準備しているところでして。なるほど。こちらも工事をしていましたよね。そうですね。どんな工事をしてたんですか。南の方になるんですが、実はそこもともと池があったんですね。確かに、というのもその、南側にあった池というのは明治時代になって作られたものなんですね。この福山城が公園として、一般公開されるにあたって、その公園化の一つとして池が作られてましたが、要するにこの度の工事でその水の時代、もう言ってしまえば築城の時になるべく近づけるという、意味がありましたので、もうその池は潰しまして、なるべく元の様子が分かるようにしているところなんですね。あとはもうこの本丸内、本当は平屋の建物5点が並んでおりましたが、そうしたあたりもいつか再現できればいいなというのは思っているところですね。ここの今の平らになっているところに、もう平屋の建物がずらーっと並んでおりまして10近く並んでたんです。そうですか。それが廊下などでつながっておりまして、で、実は初代藩主の水野勝成は、そこで生活をしていたと言われてるんですね。なんかお城はね、戦の時しか使わないっていうイメージがあるんですけど。そうです、そうです。普段はお米とか武器を保管するための半ば言ってしまえば倉庫のような形だったんですね。決して藩主というのは天守に住んでいたわけではなく、その本丸にあった御殿平屋の建物で生活をしたり、あとは政治のお仕事ですよね、言ってしまえば今の福山市役所がここにあったような形だったりするんですね。皿貝さんは、この築城400年お忙しかったじゃないですか。ありがたいことにお仕事はたくさんいただきましたので。痩せられましたね。そうです。スーツはちょっとサイズが一つちっちゃくなりました。可愛いちょっと困りましたので。すごい若くなられた。ありがとうございます。いやでもたくさんね、この築城400年でイベントがあって、いつも出させていただきましたが、ありがとうございます。光栄なことで、いやなんか変わりましたね、福山城のイメージが。ありがとうございます。それこそ今言われた通り、多くのイベントをリニューアルしてからも行いまして、当然その天守の中の、博物館もそうしたあたりもすごくたくさん来ていただいてますので、本当ありがたいお話ですね。素晴らしい。では、目の前に見えてきました。こちらは、こちらがですね、2階建ての月見櫓という櫓です。
月お月様の月ですね、はい、月を見る櫓と書いて月見櫓と呼んでおります、はい、この南側に面しておりまして城下を、よくよく眺めることができます。さらに、まあ、あの月見櫓という名前からか、そうした月を見ることもできる、そうしたあの櫓だったりするわけなんですね。へ、まあ、あのすごく雅な名前ではあるんですけど、はい、こちら月を見るという、漢字の他に到着の着、到着の着に見ると書いて月見櫓という、うん、そうした意味合いもどうやらあったようでございまして、はい、この福山というのは南に向かって町が広がっております、はい、でさらに南東側、ここから見ると左で奥になりますよね、あちら側、はい、南東側に向かって入り川という川がずっと海に向かって続いていたわけなんですね。ということは藩主が、はい、船などに乗ってこの福山に帰ってきた時、まあ、船に乗って、江戸などから帰ってきた時に、はい、その到着を見ることができる櫓なんですね。あ、もう船ですぐその辺りまでじゃ、はい、そうです、はい、来れるわけなんです、すごい、まさに到着を見るための櫓とも言えるわけなんですね。なるほど。ちなみに、はい、まあ、あの普段はあの貸し会場として、公開する予定でございまして、もうあの一般の方にあのお花見であったりとか、いろいろ使っていただく、予定としておりますね。すでしたもうお誕生日会をここでやりたいって、はい、できるんですか。はい、もちろんできますよ。素晴らしいですね。していただけますので、なんか勝成公もここでもしかしたら、はい、こうお酒を飲みながら月見をされていたかもしれない。そうですね。皆さんも多分遠目からあの福山が新しくなったっていうのをご覧になられてる方たくさんおられると思うんですけど、はい、ここまで来てとか、それこそ天守閣の中に入られてっていう方、ね、まだまだあの入ったことがない方も多いと思いますので、はい、もうたくさん知っていただきたいですね。今あの、はい、新幹線の中にあの広告、あの流れる広告があるかと思うんですけど、あそこでもあの福山城リニューアルオープンとか出ておりますので、うーん、とか福山駅で一人でも多くの方に降りてほしいですね、やっぱり。そうですね。南側の風景も変わってきたところではありますね。うん、子供たちも遠足ですかね。だと思います。やはりもう公園でもあります。あ、向こうですね。はい、こちら。はい、さて、はい、今二の丸歩いて左手に見えてきましたのが、はい、こちらが湯殿のという建物でございます。すごい、こんなにこう出っ張ってたんですか。はい、知りませんでした。せり出してるんです。あのお湯の湯に殿様の殿と書いて湯殿と呼んでおります、はい、先ほどその本丸の中に御殿が並んでいたというお話、はい、その御殿とこの湯殿も廊下でつながっておりまして、名前の通り藩主が入っていたお風呂場なわけなんですね。あ、そういう湯なんですね、はい、お茶とか飲む湯だと思ったら、ああ、なるほど、お風呂だったんですね。そうなんです。8月8日の福山空襲まではしっかり現存していたんですけど、はい、しかも国宝に指定されていたんですが、空襲で焼けてしまいましたが、現在は、木造での再建と、なっているわけなんですね。なるほど。最大の特徴としましては、はい、もうこの二の丸、本丸を飛び越えて二の丸にこれだけせり出しているところなんです。あの、はい、この建物の、向かって左手側の方にお風呂場がありまして、はいはい、そのお風呂から上がった、藩主がそのこのせり出した部分で、はい、お風呂上がりに城下を眺めていたとそう、そうですか、建物だったりするわけなんですね。もう本当にもうお殿様だからこそできると思うわけなのですが、でもそれこそ本当に平和な世の中だったからそんな無防備なことができたかなと思いますね。確かにもう狙われ放題ですね。あのうちの家のお風呂もですね、はいはい、あの2階の一番景色がいいところに作ってるんですが、はい、お気持ちがあのよくわかります、ね、それではいよいよ、はい、天守閣の方に向かっていきますか、はい、行きましょうか、はいはい、いやでもこう工事何年かかってましたかね。ちょうど2年、ああそうですか、はい、本当に待ちに待ったというか、はい、あの楽しみにしておりまして、はい、こう全貌が明らかになった時にはもう本当感激感動でしたね。あ、そうだと思いますよ、うん、あの一
27の夜でしたかね、ライトアップの点灯式があったかと思うんですが、はい、あれもあのたくさんの方にお越しいただいて、あのカウントダウンをしてライトアップしたかと思います。はい、本当によく盛り上がったと聞いております。そうですね、あのその時自分もですね、はいはい、あのちょうど福山の駅前で、はい、あの舞台で太鼓を打たせていただいております。はいはい、はい、もう本当に光栄なことだなと思いながら打たせていただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あのライトアップの時は私は天使の中で作業をしておりましたので、はい、あ、そうですか。そのカウントダウンの風景がちょっとわからないんですけどでもいつもあれですね、でしたらあのお会いしたのは本当久しぶりなんですが、はいはい、近くには何度もあの基本的にあのカウントしていただいた際大体あの私は天使の中で何かをしている時なんですお忙しいですねありがたいことにだんだん、はい、近づいてきましたが、はい、いよいよ福山城天使でございますね、はい、この天使を眺めるのにも2年かかりましたねそうですね、はい、そうなんです。あのやっぱり工事2年間の工事で、はい、天守の中も、随分やあの工事しましたが、うんうん、天守の外側も、いろいろ手を入れているところなんですね。はい、いよいよこう今この天守の南側の方を、眺めているところとなっているのですが、はい、まあ、その工事の際にですねちょっと手を入れたところもご紹介させていただければと思います。はい、実はこの福山城の天守というのは、空襲で8月8日の空襲で一旦焼けてしまいましたが、焼夷弾でしたから、あの天守の土台になっている石垣、あれは元のまま昔のままなんですね。そっか、なるほど。400年前築城されたそのままの石垣だったりするんですよ。あ、そうなんですか。同じ、はい、もう変わってない。変わってないです。あの若干コンクリート流し込んだりして補強はしてるんですけど、はい、形はあのままなんです。うわ、そうですか。はい、で、空襲で焼けてはしまったんですが、戦後に、まあ、再建された時にそのままの石垣を残して、その石垣の上に鉄筋コンクリートで、今の天守が載せられているわけなんですね。はい、それから、この度のリニューアル工事を迎えたわけなのですが、はい、実は空襲で、焼ける前の天守というのはですね、あのふんだんに鉄が使われていたというところがございます。あのその鉄板だけではなくて、あ、そうなんです、他にどんなところに鉄が使われていたんですか。はい、実はですね、窓の桟なども全て鉄で補強がされていたんですね。はい、へー、贅沢ですね。はい、そうなんです。あのですので、小写真などを見ると、はい、窓の桟も全部黒く見えているんですよ。ただ、はい、リニューアル前のその天守、福山城の天守はもう全部窓も白く塗られてましたので、そのあたりは、はい、小写真を元にして窓もきちんと、黒く、ちょっと鉄板は張れませんでしたので、まあ、黒く塗装することによってなるべく元の形を復元しているか、復元しているところと、なってるんですね。なるほど。リニューアル前の写真と比べていただくと、若干あの黒の要素が増えてはいるんですが、その白と黒、はい、の対比がすごく美しい天使といると思います。なんていうか渋いですよね。はい、あ、そうです、そう思います。うん、あとはやっぱり最上階の欄干の部分、はい、あれがなぜかあのリニューアル前は赤かったんですけど、赤かったですね、なんかそれが特徴なのかと思ってました。 あれはちょっとなぜかなのかわからないですけどわからないです、はいはい、ただ小写真などを見ても、はい、まあ、あの何かしらの塗装がされて黒く見えますので、なのでそのあたりもしっかり黒で塗装することによって再現をしているところとなっているわけなんですね。この天守なんですが、はい、三角の、破れた風と書く破風というものが、全ての屋根、それぞれの屋根に乗っかっているかと思います、うん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 、はい、この破風、何のために作られたものか、分かりますでしょうか。お、問題ですね。こんなクイズでございます。はい、はい、あの、天守にあるその破風ですね、はいはい、これは屋根と言ってもでもなんかそのね、建物についてる屋根というよりは、なんか最後にこう、つけたような、はい、そんな感じに見えてますよね。そうなんです。はい、正解と言えると思います。そうですね、はい、すみません。いやいやいや、すみません。これあの、はい、言ってしまえば装飾なんですよね。
あ、飾りということですか。はい、その通りなんです。飾りとして付けられてるんです。はい、あの三角の破風が仮にどっか行ったとしてもこの天守の形自体は一切変わらないんですね。確かに今言われた通り、はい、天守が作られてそれにピチャッとあのくっつけてあるような、様子だったりするわけなんです。はい、もう言ってしまえばもう、大阪夏の陣も終わりましてある程度平和な時代に作られた天守でございますので、はい、そうした装飾性も鑑みられているということができると思いますね。でしたらこう、はい、実践型の山城にはあまりない。そうですね、あまり見られないものだと思います。なおかつ、はい、三角の、千鳥三角のものを千鳥破風っていうんですが、はい、上から2つ目の破風がちょっとこう空破風です。そうなんです、あのお寺さんのような、勉強しました。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでその、千鳥破風と空破風2種類の破風が使ってある。確かに、もうまさにそのあたりは装飾性を鑑みられているということができると思います。すごいですね。その破風の部分の中に黒い穴が、はい、穴のようなものが開いているのが見えますでしょうか。本当ですね、なんか六角形の穴なんです。穴ですか。はい、穴なんです。これ、はい、実はあの鉄砲ざまと言いまして、はい、中から鉄砲を撃つための穴なんですね。へー、あ、そうですか。あのこの福山城の周りの、はい、なんていうんですかね、壁、白壁には、はい、三角とか丸の穴が開いてると思うんですが、矢ざまとか鉄砲ざま、矢とか鉄砲を打つための穴が開いてはいるんですね。で、はい、こちらの天守にも実は六角形の穴が開いていたようでして、でなおかつその中に小部屋のようなものがあって、はい、まさにその天守を攻めてきた敵に対して鉄砲とか矢を打つためのそうした穴が、実は開いてたんですね。そうなんですね、はい、なんかその穴でさえもすごく綺麗に、はい、開いてますよね。そうなんです、はい、実はあの六角形の、はい、そうしたあの座間鉄砲座間矢座間って全国でほとんど見ることないんですね。だって四角形の方が作りやすいですね。あ、そうですそうです。四角とか丸とか三角、そうしたのはよくよく見るんですけど、はい、ただまあ残念ながらちょっと穴は開けれませんでしたからちょっとくぼめてですね中を黒く塗装して穴が開いているように見せているというところだったりするんですね。ではこれも前回、はい、あの今まではなかったなかったです。もうその小写真を元にしてこの度の、工事でつけたものとなっているんですね。なるほど。でこの南側にはその、3カ所の、鉄砲ざまがしかも全て六角形のものが設けられておりまして、うんうんうん、先ほど装飾性を、まあ、随分鑑みられているというお話はしたかと思うんですが、はい、実は実用性もしっかりあったりするわけなんですね。わざわざその鉄砲ざまをその下魚という装飾の裏側に隠すように備えて、そうですね、しっかりあの敵を撃退することも、考えられているお城ということができると思いますね。わかりました。あの戦後の再建の時、はい、もうまずはもうそのこの石垣を生かしてなおかつ小写真などを元にして、はい、しっかり元の形を復元を、されておりますので、はい、それをベースにして、その後に研究などで分かってきたこと、さらに見つかった小写真を元にして、今のこのリニューアル後の天守が、天守に繋がっているわけだとするんですね。なるほど。今、こっち西側なんですが、はい、西側にもしっかり鉄砲ざまが、はい、本当ですね、あったりする。そう思ったらしかも結構大きいですね。あ、そうなんです、そうなんです、うん、西側は2つだったと思うんですが、やっぱりあの箱の中に少しネジをプラス形で、それぞれあるんですね。城にとっては側面かなと思うんですが、なんか正面のようにやっぱり豪華ですね、これ。そうですね、こっちが西側ですけど、西側の場合はそのお寺さんのようなウェール状の空破風が最上階にあったりするんですね。美意識というとちょっと大げさかもしれませんけど、そういうふうな、試みがされているところだったりしますね。あともう一つあの僕、はい、気になっているのが、はい、あの石垣の中っていうのはもう土なんですか。はい、これも最大の特徴なんですが、はい、この周りは石垣、石を積んであるんですけど、うんうんうん、内側が、はい、空洞になっていたりするんですね。へー、あの言ってしまえばこの石垣の石段の中に部屋があるような形だったりするんです。わー、
それは。これはちょっとぜひ中に入ってからのお話になる。入ってみたいです。へえ。技術がないと強度が保てないですもんね。そうなんです。うん、まあこの辺もやっぱりもう、はい、関ヶ原大阪夏の陣が終わってある程度まあ平和な太平洋になってから、うん、まさにもうあの日本城郭の築城、技術がだいぶもう高い位置に推移した上で作られたお城と、いうことができると思いますので。なるほど。こういうお城で言ったらこう、はい、新しいというか、あ、そうです、はい、日本最後の本格的な築城と言われているお城なんですね。あ、本当にだから一番新しい城ってことを、そうですね、一番最後にできたと思います。あの築城400年を迎えていないお城ってもう福山城だけのはずなんです、ね、あ、そうなんですか。若干、はい、九州の島原城、あそこはあのすごい長い年月かけて作ってましたので、はい、あの取り掛かりは福山城より前だったんですが、はい、まあ、あの完成したのは福山城で後だったりするんです。うーん、まあ、こういった形で待ち、はい、そして来ました北側ですね、はい、いよいよやってまいりました。やってまいりました福山城の北面でございます。はい、これまでずっと白かったお城が黒に変わっているわけなんですね、はい、まあ、よくよくご存知の方もおられると思うんですが、はい、この福山城天守北面一面に鉄板を張っておりました、うんうんうん、ですので古写真などで見ましてもその北面一面は黒く見えていたんですね。なるほど。まさに今あの北と、西側の面がちょうど今見えているかと思うのですが、はい、こうやって比較していただいてもまさに白と黒でまさにあのパンダのようなあのいい色合いをしているかと思うので、うん、はい、はっきりと色が違うというのが分かると思います。綺麗に変わってますね。そうなんです、はい、ちょっと綺麗に変わっておりますので、はい、ね、これあの福山城ってあの北側の方に山が連なっておりましたので、うんうんうん、どうやら、はい、あのお堀を作ることができなかったようなんですね。あ、はい、まあ、あの福山城自体内堀と外堀二重のお堀があったんですけど、どちらも北側の方はもう途切れてしまってお堀がございませんでした、はい、そんな中で初代藩主の水野勝利公はもうそのお城を守るために天守に鉄板を張るという全国でも、ございません。こんなお城は一切ありません。そうした、試みがされておりまして、はい、それがもうしっかりと空襲で焼ける前にあの古写真などで残っていたりするわけなんですね。でも、はい、あの鉄板を張って確かに強度は上がると思うんですが、どんな攻撃に対するその守りとして鉄板なんですかね。やっぱりそこは大砲だと思いますね。あ、当時からあったんですか。あ、そうです、あのそれこそ、はい、大阪夏の陣、1615年の、大阪夏の陣の際も大阪城天守に対して、徳川方は大砲を打ち込んでますので、へ、もうすでに、お城に対して大砲で攻撃するっていうのはすでに行われていたところなんですね。そうですね、大砲のお話で余談ではないですね、あの大砲のお話になるんですが、はい、幕末にこの福山城というのは山口の長州藩に攻撃を受けているんですね。ああ、やっぱりこう、はい、旧幕府軍というか。そうなんです、しかももう代々普代のお家柄のお城でしたので、うんうんうん、やっぱりその、はい、幕府を倒そうという長州藩からするとまあ敵側になってしまうんですね。近いですしね。そうなんです。そっか、はい、京都に向かって進軍する長州藩がこの福山城にも攻撃を仕掛けてくるわけなんです、はい、やっぱりお堀がないっていうのが分かってましたので、うん、長州藩は北西側に陣を張りまして、はい、そこからこの天守に向かって大砲を打ち込んできたようなんですね。うわー、そうなんですか。ただ一発だけ窓をぶち破ってその天守の中に入り込んでしまったようなんですが、はい、他は全てその鉄板が跳ね返したと言われているわけなんですね。そうですか。長州藩が使ってましたので、まあ、輸入物のものになると思うんですけど、外国製の最新型ですよね。大砲になりますが、それが初代藩主の桂里光が作った機構が、はい、それから250年経って生きるとは誰も思わなかった。本人も多分思ってなかったと思いますけど。なるほど。だからやっぱり大砲に対してやっぱ効果がかなりあるという。それが250年経って証明されたわけなんですね。証明されたんですね。はい。ちなみにでもその時は、はい、そう長州藩に占領されたという。占領というのは降伏した形ですね。どうしてもその、この福山の城下への被害も出てきたようでございまして、町民で亡くなった方もおられたりするんですが、そんな中で、まあ、あの
籠城していたんですが、まあ、福山藩は降伏しまして新政府側、まあ、長州側に組みすることになっていたりするんですね、うんうんうん、なるほど、そういう歴史があったんですね、はい、で, す、でもその鉄板の有効性というのは250年経って、はい、まあ、証明されたというわけなんですね、勝ちですね、はい、そうなんですはい、まあ、リニューアル工事でそのあたり、鉄板もしっかりと復元しようと、いう形で今のこの、様子と、したわけなんですね、はい、まあ、残念ながら建築法の問題から実際の鉄の板は張れませんでしたので、うんうんうん、まあ、鉄とアルミの複合板であるガルバリウム鋼板という、ね、そうした、はい、ものを、貼り付け2000枚合計2000枚貼り付けておりまして、そんなにですか、はい、そうなんです、でなおかつ、他に現存している、全国現存している櫓であったりとか、あと福山城の筋金御門という、はい、そうしたあたりに残っている現存している建物の鉄の、色味などを参考にして塗装した上で、貼り付けている形としているんですね。いやー立派ですね。そう思います、はい、でこれが福山駅から見ると、はい、真っ白いお城なんですね。で福山駅から降りていただいて、ね、この北側に回って初めてこの様子が分かるわけで、様子を見ることができるんですね。もうぜひ、うん、はい、そうですね、もしかしたらあれですもんね、福山城を見に来て、はい、南側からだけ見て帰られる方もおられるかもしれないので、うん、そうなんです、もうぜひ北側をご覧いただきたい。絶対この北側には回っていただきたいですね、こんにちは。私どもが言うのもおかしな話かもしれませんけど、福山市のシンボルとも言えるのではないかと思っておりますので、本当に、みんなで大切にしていきたいなと、していただければと考えているところですね、はい、いや自分も、はい、まあ、オープニングというかですね、はい、点灯式でも太鼓を打たせていただいて、はい、もうこれからますますですね、はい、こう福山城こう盛り上げていきたいなという気持ちが高まりましたね。ありがとうございます。ということで、この天守閣の周りをぐるっと回らせていただきましたが、はい、次回はいよいよ、はい、天守閣の中に、はい、入らせていただけますか。はい、わかりました。じゃあ次回は天守の中をご案内と、ね。うわー、嬉しいです。いやもう次がですね、いよいよ本当の最終回ということで、はい、はい、この築城400年で、自分もいろいろな勉強させていただいて、そしてこの福山城の曲も作らせていただいて、はい、そしてその曲をですね、この築城400年記念で披露させていただいて、いよいよ最終回ということで、はい、はい、とても楽しみにしてます。ありがとうございます。最後までお付き合いよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。福山歴史探訪福山城編はいかがだったでしょうか。400年前築城当時の福山城を再現したというこの旅のリニューアル、鉄砲様にハブ、そして北側の鉄板、古の技術が施された美しい素晴らしいお城でした。次回は最終回、いよいよ天守の中に潜入します。これからどんなことが待ち受けているのか、次回もお楽しみに。